はい、というわけでですね、ライブアライブのリメイクにあたって、ゴーゴーブリキ大王、ついにボーカルが入ることになりました。そして今まさにその収録を終えたばかりで、僕も肌も好調してると思います。ちょっとまだ興奮状態で、なんならちょっとおしこちびり気味な感じなんですけれども、はい、今回歌っていただいたのは影山ひろのぶさんですどうもありがとうございました。お世話になりました。いやもうね、最高でした。はい、僕も楽しかったです。ありがとう、そう言っていただけると嬉しいです。はい、今回こういうお話を伺って、はい、いかがな印象、どんな印象を持たれますか？いや、話いただいて、はい、でやっぱり資料として送ってもらった仮歌とか聞くじゃないですか、はいはい、その時にもうなんか世間の人が思う、影山ひろのぶの一番こうなんか癖の強い部分をめっちゃ求められてんだなと思いました、はいはい、ありがとうございます実際に収録を行っての感想、はい、いかがですか？いやもうね、めちゃめちゃ楽しかったです。あ、よかったです。ありがとうございます、はい、で技の投げ込みもあるじゃないですか、はいはい、それも4つぐらいあったじゃないですか、はいはい、好きなんですよ。あ、でもありがとうございます。最近ね、なんか自分がジャンプロジェクトのリーダーで、はい、ゲームの歌とか、ロボットの歌とかよくレコーディングするんですけど、最近大概セリフの投げ込みがあると、うちの遠藤正明とか、はい、あと福山よしきが大体やることになって、はい、自分はこう俺はやらなくていいんだみたいななんかこうリーダーはそういうポジションにもう最近行きっぱなしなんで、はいはい、そういうのもあってめっちゃ楽しかったです。 ありがとうございます。じゃあ皆さんね、ぜひその叫び声を、はい、楽しみにたっぷり聞いていただければと思います今回の楽曲の中で、はい、影山さん的に特に注目すべきところ、ここをぜひ聞いてほしいというところが。ああ、そうですね。A メロ B メロサビと、はい、普通 B メロちょっと落としたりもするんですけど、はい、でもやっぱり90年代のアニソンとかってね、はい、行ってもっと行って、はい、最後もう一個行けよみたいななんかそういう感じがこの曲のいいとこだと思うし、自分も、90年代にもうすごい歌ってた頃の自分をちょっと思い出しながら歌いました。そういうとこをこう聞いてほしいなと思って。はい、ありがとうございます。まさにこのゲームを作ったのちょっと90年代ですね、うん、はいはい、なのでその頃の空気感、そしてね、その頃の影山さんということで、ね、めっちゃ歌ってましたからね、その頃は。あ、聞いておりました。もうカラオケでよく真似させていただいて聞いていただいたそのオリジナル版の、はい、から何かこう参考にした部分といったらちょっと手前みたいなんですけど、何かこの曲はここが肝だなみたいなのは何か。なんかやっぱりこうなんだろう、こうこうなんていうのかな、まるでこう時代劇のセリフのように一言一言こうとつとつと進めていくような感じが、なんかアニソンゲーソンの、すごいこう昔から変わらない大切なものが あるなと思いました。時代劇時代劇もね、まさに昔のヒーローものですもんね。そうですよね、はい、一つ見栄を切りっぱなしみたいな感じです、はい、本当に四半世紀を超えて影山さんに歌っていただけるところでついにこの曲が完成を見たという。じゃああれですよね、めちゃくちゃたくさんの人のいろんな思いが、そうですね、本当にこもってますよね。歌詞で、はい、時代を超えて今っていうのが参考の説明なんですけど、はい、それを今日影山さんが歌っていただいた時に、最初に来た時に本当になんか時代を超えて実現したんだなと、一人ねこうじわりとね来ておりました。はい、なので長く応援してくださってるファンの皆さんも同じ思いだと思いますので、はい、本当に改めましてファンの皆さんも代表をしてありがとうございました、はいはい、その人たちが、はい、初めて聞いてくれた時に、まあ、めっちゃ喜んでくれたらめっちゃ嬉しいですよね。 ありがとうございます
僕が一番でもレコーディング聞いてて喜んでると思うんですけどでは、最後に改めまして本作のファンに向けて、はい、一言お願いします。はい、今回、すごい大役を仰せつかりまして、自分でも、頑張ってベストを尽くしました。皆さんが聞いてくれて、これだって、言ってくれたら最高です。ぜひ、楽しみに聞いてください。よろしくお願いします。